どうも、サガマンです。今回は久しぶりの動画になりました。最近は生放送ばっかりやってたんですが、つい先日突如お知らせに出てきた、12月1日から始まるとされていますプロスキー交換会、こちらに私はこの間生放送で作りましたミートパワー同時の中村典弘さん、称号コンタクトヒッターのついたやつですね、それを提出するつもりなんですが、どうやら他にも数体提出する余地があるようなんで、提出する選手を決めていくのに、皆さんのご意見を聞きながらやりたいなと思いました。なので、こちらの動画でプレゼントボックスの中身をすべて見せていき、皆さんがコメント欄でくれたご意見を参考にして提出する選手を決めようかなと。もちろん選んだ選手は極めにして称号までつけて出すつもりです。できる限り、ぜひコメント欄にこの選手にこの称号をつけて出してほしいってご意見くださるとありがたいです。ではまずはプレゼントボックスですが、去年の5月から貯めた S がなんと16ページ、1600枚弱ですね、どんどん見せていくんですが、私がこれいいんじゃねって気になった選手は、少し止まって説明入れようと思います。ではですね、こうスクロールしていくんですけども、はい、ここも早速ですね、菅野選手、これ、2019年の、エキサイティングのバージョンですね、9位85、正規86、スタミナ86で全動値可能、球種も9球種で抑え適性あり、要はですね、今のセレクションの菅野選手と同じなんですが、スピリッツ200ダウンというところですね。どうせ提出するんだったらってことで、全動値にして、極めにしてですね、全動値にする称号をつけて、スピリッツ解放も3300までやってから、提出しようと思います。はい、ちょっとどんどんいきますね。この秋山選手みたいにですね、シルエット化している選手は交換会出せないみたいなので、シルエット化している選手はちょっとですね、皆さん覗いてごめんなさい、考えていただきたいんですけれども、はい、やっぱ現役の選手はね、こうやって TS の伊藤選手とかいますけど、現役の選手はまだやっぱり手に入りやすいので、皆さん望まれることもそんなにないのかなというところなんですが、はい、はい、ないんですけども、リアタイとかがね、リアタイとかが全然わからないので、またリアタイで必要になる選手とかっていうのが、皆さん詳しい方はですね、またそれこれリアタイで使えるから欲しいですっていうような理由もね、つけてコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、TS やっぱりこういう風にですね、 TS 選手出てきましたけど、 TS の選手、伊藤選手、石井選手のようにですね、こういうアニバーもそうですね、アニバー丸選手、ロッテ時代の鈴木選手とかですね、はい、こういうふうに、やっぱり手に入りづらい、選手の方が、皆さんも、もう手に入らない選手とかね、手に入りづらい選手の方が皆さんも、喜ばれるのかなというイメージは、私の中でもあるんですけど、はい。ちょっと、多分、ここからは TS とかになってくるのかなと思うんですが、皆さんが欲しいものはですね、あとはちょっと現役投手ばかり、現役選手ばかりなんで、そうですね。これを取ってる時点でですね、まだ、11月の30日なので、はい、イベント、始まってないんで、交換会の仕様がしっかり分かってません。はい、なんで、ランダムとかですね、同チームとかのボックスの仕組みだったりとか、各ボックスがそれぞれ何回使えるかとかですね、細かいことが、これは OB の遠藤さんですね。ここからもう OB に入ってくるんですね。ワールドスターのこれ、菊池さんはですね、はい、もう最新版、今年版のやつが、この後たっぷり余ってるんで、菊池さんの場合は最新バージョン出します。はい。今ちょっと巨人の山口選手もいましたけど、ワールドスターの山口選手が、はい、これもたんまり余ってますんで、はい、後ほど見せていくんですが、はい、それを、どうせならそっち出します。はい。で、ごめんなさい、ランダムとかですね、同チームとかのボックスの仕組みとか、各ボックスがそれぞれ何回使えるかとかですね、分かっていないので、
はい、とりあえずカタログ的に皆さんに見てもらえるものがあった方が、ご要望聞きやすいかなと思って撮ってます。はい、まあ、あ、OB の堀内さんですね。はい、ちょっと今スクロールしながらなんで、自分も見逃した。おっと、OB の岩瀬さんですね。はい、ちょっと自分見逃してる選手がいるかもしれないんですが、ちょっともし、見て、これあれもいるだろうっていうのがあればですね、ぜひ教えていただきたいんですけど、てか多分、飛ばした、お、OB の長嶋選手ですね。でも長嶋さんは、多分リアタイとかでも使ってる方あんまり見ないので、そんなに多分需要は少ないのかな、わかんないけど、多分極めにはできます。はい、ただ称号はちょっとつけて出せないかもしれないですけど、うん、あ、TS も TS ですね。栗原選手多分飛ばしたけど、バトスタの多分バトスタの安明が多分どっかにいたな。まあいいや、TS の三浦選手ですね。まあ、この辺のTS はですね、再臨でもまたじゃんじゃんで、再臨のところでね、なんかジャカジャカ引いてるんで、そこでまたじゃんじゃん出てくるんですけど、はい。よいしょ。もうちょっと待ってくださいね。この辺はもう現役選手なので、はい。TS がそろそろこう出てきそうな、たんまり出てくるところがあるんじゃないかなと思うんですけど、どうだろう。あ、山本選手ですね。阪神の。はい。待ってくださいね。あ、これ、TS 拓郎選手。今年版ですね。あ、これは、エキサイティングの大瀬良選手ですね。これ、シリーズ2の S が出てこないかもしれないので、ちょっと貴重になってくるのかもしれないなというところなんですけど、まあ、こうやってエキサイティングもこうちょいちょいいます。はい、小林誠司選手もちょっとエースが出るかどうかですね、今年はもう。で、あ、福留選手、エキサイティングいますけども、確かこの後にですね、あと、まあ、最後の方っていうか、ちょっと後に出てくると思うんですけど、TS の福留選手、中日版ですね、結構リアタイでも使ってる方が結構いるのかなってイメージなんですけど、福留選手は、いました、プレゼントボックスに。なんで、もしプレゼントボックスのその中日の福留さんをご要望された場合は、出せるんですが、A をですね結構極秘書にしちゃってまして、まあ限界突破は S で、まあ、全然できて、極めにはもちろんできるんですけども、ミスターフルスイングをつけて同値にして、まあ、提出させていただくってことがちょっとできるか怪しいぐらいの枚数です。10枚ちょっとしかなかったと思うんで、ちょっとそれでミスフル決める自信がさほどない。はい、まあ、ミスフルついてないんだったらいらないよってことだったら、全然、チャレンジだけしますんで、ミスフルつけてほしいですっていうようなこと書いていただければ、ミスフルついてなきゃいらないですっていう話で、コメント欄にいただければですね、それを参考に作るかどうかちょっと決めますんで。はい、でですね、あ、巨人時代にも沢村選手とかいたけど、まあこういうのじゃないかな。どうなんだろう。まあ排出停止になる見込みのシリーズ1の選手とかね、あれば。お、セレクションいましたね。第1弾のセレクション岩隈選手ですね。TS の五十嵐選手もいますけど、はい、この辺はもう手に入らないと思うので。あ、藤波選手だ、 TS。 はい、井口さんもいますね。まあこの辺は、あ、浅尾さんはこれはあれじゃないですか、リアタイ使えるって聞いたことあるんですけど、風の噂で風の噂だけど、これなんかどうでしょうね。まあ、浅尾さんは、A もたくさん確かプレゼントボックスにあったと思うので、なんかつけてほしい称号あればですね、それもつけて、出すことができます。はい、まあ、岩隈さん、さっきセレクションの岩隈さん、ちょっとセレクションの岩隈さんはね、
原価突破ができないです、正直。岩隈選手の絵が出てないので、ちょっと極めにはできないんで、レベルマックスにして出すぐらいしかできないですけど、まあでもあんまり望まれる方いないのかな、セレクションの岩隈選手は。多分ですね、セレクションはダルビッシュさんとか、菅野さんとかいればよかったんですけど、いなかったんで、結構称号つけるのに苦労したんですよね、ダルビッシュさんもかなり。なんで結構ガリガリにギリギリまで使っちゃったんですよね。で、菅野さんも4体作っちゃったんで、はい、全部母体を使い果たしてしまいましたっていうところなんですけど、ですね、確かもう1体セレクションの選手がですね、どこかにいたはずですが、ちょっと出てこないですね。あ、TS の木塚さんですね。まあ、やっぱここら辺 TS が、はい、堀さん、片岡さんと、あ、出た出た。セレクション、青山さんですね。うん。青山さんはどうだろうな。まあ、青山さんは、ギリギリ極めにして出せるかもしれないですけど、称号は、まあ、9EA ぐらいになるできるかな。はい。あ、宮本さんもいましたね、今ね。うん。まあ、でも、あんまり、青山さんはリアタイとかでも使ってる方聞かないんで、まあ、あんまりご要望少ないかもしれないですが、はい。ただ、まあ、今年、もう引退されてしまうので、S も作れないかな。最後の S になったのかな。お、TS の阿部選手ですね。はい、阿部さんはですね、S も A もいっぱいあります、正直。はい。なので、望みの称号、名刀、パワー A にして出すこともできますし、はい。一射付けて出すこともできますし。まあでも、リアタイとかでもあんま使ってる方いないから、そんなにあれかな。これも要望される方は少ないのかもしれないですけど、はい。あとはですね、ちょっとこの後からは OB はまだだと思うんですけど、そうですね、あ、出た、ワールドスターの菊池選手ですね。はい、ワールドスターの菊池選手はもう、あの A も S も大量にありまして、はい、これご覧いただけば分かると思うんですけど、はい、限界突破もですね、称号つけるのも自治体です。はい、針の穴を通していき、まあ、急いスタミナ同値の菊池選手欲しいですとかですね、言っていただければ、はい、出すことが可能です。ただ、どうなんだろう。菊池選手ってリアタイじゃ使わないよね。多分見たことないから。だからあんまり、結局要望される方がそんなにいないのかな。わかんないですけど。お、外国人 OB デストラーデさんいましたね。デストラーデさんは、お、ブラゼルさんもいた。外国人 OB の選手はこのお二人だけかもしれないですけど、はい。まあ、ちょっとこのお二人も若干限界突破が厳しいかな。出すとしたらレベルマックスで出すのがせいぜいになっちゃうかもしれないです。で、松坂選手、三浦選手、これ OB ってありましたか、TS 再臨ですね。松坂選手、三浦選手、北川選手、福留選手、出ました。福留さん、まぁ、ちょっと、最後ミスフルチャレンジして出せます。山口さん、金子さん、まぁ、金子さんとかね、こういうところは、ですね、原価突破が、簡単なので、当然、在庫が、金子さんの A はいっぱい在庫がありますので、ここに例えば、視野つけてくださいとか、請求 A にしてくださいとか、はい、いくらでも可能です。はい、10球種ですからね、TS。まあ、逆にこの斉藤隆さんとか山口哲也さんとか松坂さんとかは、ちょっと A があるか怪しいです。はい。現役じゃない、まあ、現役だけどね、松坂選手とか。で、栗山さん、長谷川さん、まあ、ここら辺も、そんなにみんないらないかな。どうなんだろう。あ、平野さんは、ちょっともしかしたら極めにできないかもしんない。A なかったかもしんない。ワールドさんの、平野さんですね。まあ、ご要望される方もそんなにいないかもしれないですけど。でですね、多分こう、あ、アニバーサリーで言いましたね。アニバーサリーの有原さん。今年のアニバーサリー、有原さん、柳田さん、丸さん、山本由伸さん、鳥谷さん。もうこの山本由伸選手とかね、まあ、もちろん、請求 A にしてくださいとか。はい、そういうご要望も全然受けたまりますというところで、鳥谷選手はもう手に入らないですね。
S で層にないような気がしますから、堂林選手で、岡本選手ですね、まあ、この辺アニバーサリーはもう手に入らないですけど、まあアニバーサリーだと多分、まあ、当初涌井選手とか山本選手とかステータス的、まあ、リーグ的な話でいうとですね、あの通常の S では補えないステータスを持っているので、それならまあありなのかなっていう、まあリアタイ的にはちょっとすいません、わかんないんであれですけど、山岡選手とかね、リアタイで使ってる人多いから、いる人いるのかな、どうなんだろう、どっちにしてほしいとかあればそれも結構ありますけど、あ、出た、ワールドスターの山口選手ですね。ワールドスターの山口選手はまあこれも、ご覧いただけば分かるようにですね、 S が大量にあります。はい、なのでいくらでもですね、称号をつけて出すことが可能です。はい、何か視野つけてほしいとかですね、精密機械つけてほしいとか、はい、道中維持したまま何かお好きな称号を選んでいただいても大丈夫、選んでいただいてもちょっと1個しかつけられないけど、ですね、あ、でここから OB ですね。はい、新井さん以外にもですね、まあこれ OB 第1弾は、はい、さすがに、もう今出ているので、今から何かここにない選手ですもんですね、例えば、はい、東尾さん、あ、いましたけどね、東尾さん、例えば制球スタミナどっちが欲しいですとか、東尾さんの球威スタミナどっちが欲しいですとか、はい、まあ何でもですね、ご要望が多ければ、まあ皆さんがお使いになりそうなのは、やっぱり中村紀洋さんと、東尾さんなのかなっていうイメージなんですけど、まあ最悪ですね、もうあんま欲しいのなかったら中村紀洋さんのコンタクトヒッターをですね、もう1体よこせとか、はい、もう今1体出すこと決まってますけど、もう3体全部のボックス中村紀洋さんのコンタクトヒッターでいいよとかですね、そういうご意見でも全然大丈夫です。はい、なんかそういうその旨まあ、コメント欄にいただければですね、はい、もうできる限り実現して今後の生放送で作っていきながらですね、はい、やろうと思いますので、まあ今出てる OB だったら比較的、まあ、自分も楽ちんです。はい、というところでですね、ほぼほぼこれで全てですね。はい、こんな感じでささっと見せてまいりました。はい、皆さんの欲しい選手いたでしょうか。コメント欄にどしどしご要望お待ちしております。ご要望の多い選手の中から、私が大体作りたいと思った選手を、今後の生放送の中で作って、効果感に提出したいと思います。ではちょっと雑な作りの動画になってしまいました。普段とね違う環境でちょっと撮ったんで音もしっかり撮れてるか心配なんですけど、ここまでご覧いただいてありがとうございました。また次回は生放送になると思いますけども、次もよろしくお願いします。ではさようなら。